なんかこう1ヶ月半ぐらい前から4月の段階からなんかこう進んでって、まあすごいなんかこうあんまり力入れないように過ごそうっていうか、あんまり考えないようにしようっていうか、なんかこうラフにいたいなって思ってずっと過ごしてたんですけど、結局ね、5月19日の日に怪我したじゃないですか。なんかそのなんかこうまああばら、多分これひび入っちゃってるなーっていうのがね、なんかこう出てきて、どんぐらいだ、2週間3週間ぐらい練習できないで、そこでめちゃめちゃ不安になって、2週間半ぐらいかでやれることやってみたいな、なんかこう足下半身強化したりとか、でも縄跳びできないしダッシュできないし、一番スタミナつけたかったのにつけれなかったし、なんかこれでいけんのかなみたいな。でもなんかこう右が打てなかったから左をこう打とうっていう風になんかこう練習したりとか、使えないことがなんか使えるようになってきたから、なんかこう、まあ、怪我の巧妙にするしかないなとは思ってたんですけど、やっぱりそこのなんかこう空白の時間がなんかちょっとやっぱ不安に、あとあと考えたら全力で全部できたんかなって思ったら不安になっちゃったりとか、まああとは体重計量前でそのちゃんと体重落ちて計量がクリアされてっていうのがちょっと今ナーバスかなっていうか、でそこさえクリアしたら、まあちょっとあんまりがっつり食べれないし、まあ試合終わるまではね、不節制もできないけど、まあとにかくなんかその気持ちをちょっと楽にするために早く計量終わりたいなっていう気持ちが今はあるかなって感じで、またそれをクリアして、試合に関しては、なんかこうワクワクの方が大きいから、ドキドキするとかっていう気持ちよりも、どういうふうにやって勝とうかなっていう、なんかこうイメージみたいのはできてるのかな。まあその通りにできないとは思うけど、でもなんかそういう心持ちで、挑めるから、まあ、それはそれですごく、いやなんか本人が蹴り合いになるでしょうみたいな、それはもちろんなんかその口だけのね、なんかパフォーマンスなのかもしれないけど、蹴り合いになるでしょうって会見の時に言ってたからこそ蹴り合ったろうかなみたいな蹴り出したろうかなみたいなのはあるかな。だってそのリーチ的な部分でも足もそうだし手もそうだし、多分僕の方がねタッパーもあると思うから、まあ、有利に働くんじゃないのかな。そのなんか利点生かしてしてやりたいなとは思ってますけど、ミドルからまあローから前から、まあそのハイはねあんまり上がらないからあれですけど、でもまあその自分が届く範囲というかできる範囲のところで強い蹴りが出せるようなものをこう探りながらとか、ここが得意だなとかっていうのとかもなんかこう自分で見えてきたかなっていうのがあったり、でも多分もうこれいくらやっても不安は不安なんでしょうね。どん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 パンチ鍛えてたとしても不安だろうし、もっともっとできるとか、まあ体が動けば反応できるんじゃないのかなっていうので、まあどっか入れたいなと思いますよ。そのミドルでも前でもなんかローでもそうですけど、なんかまあ入れれるんじゃないのかなっていうイメージを持ちながらやってます。終わってから食べたいもの、まあ俺本当にラーメン好きだからラーメンがなんかねえ食べれなかったのがもうすごいちょっと苦痛でしたけど、京都のラーメン屋はね、僕は行くのは、まあ、南の方から満腹鳥羽の方ですね。であと九条の方のダイエラーメン、あとは
ちょっと上がって七条大宮のラーメン U で、松尾大社の方のラーメン大輝、これここの4つ結構上位ですね。京都ラーメンね、美味しいなって思って、仕事で役者の時に来てた時は第一朝日とか、ね、新福祭館並んでるじゃないですか、駅前の京都の。であそこで新福祭館第一朝日ってのずっと言われてたんですけど、住んでみたらいろんなとこあんだみたいな。京都ラーメン美味しくなりましたね。僕が来始めて二十何年の中でなんかこう美味しくなったなって感じです、うん、でも元からあったんですかね、その大家とかはね、知らなかっただけなんだろう。ラーメン食べたいですなんならもう混ぜそばとかでもいいヘビーなやつ、はい、なんかその体の軸とかがやっぱ整ってくると思うから、その軸が整うっていうのは基本的に人として多分いいことなのかなっていうの、感覚的なもんですけど、あとはなんかそのそれに向かって、まあ試合があるからっていうのもあるけど、やっぱそれに向かっていく集中力だったりとか、あとは達成感だったりとか、なんかそのはい次の日やってっていうことじゃないから、やっぱ積み重ねだと思うから、本当に形にならないというか、すぐにはやっぱ一つ一つの積み重ねで挑んでいくっていう部分では、自分の中での鍛錬としてはもうめちゃめちゃいいことなのかなとかって。そうだから、メンタル鍛えるにはものすごくいいかもしれないですね、格闘技ね。なんかこうやっぱりオスになるというか、なんかこう軽い感覚じゃ生きれないし、奮い立たせたりとか、やっぱり自分ポジティブでいなきゃいけないし、うん、でもまあその試合に関してはその一発目っていうか最初の試合だからなのかもしれないですけど、逆に怖さがないんですよね、うん、なんか怖さは全然ないかな。早くやりたいっていうのはあって、そうそうそう、ワクワクすることはやっぱり年々ね、なんかこう絶対減ってくるのかなっていうか、知らないことが多すぎるから子供の頃って、なんかね学生の頃もそうだけど、だから勝手にワクワクになっちゃうんだけど、もういろんな経験してきちゃうと、あこれはこうなるな、これはこうなるなってなんか分かってくるじゃないですか、大体ですけど。そうですね、だからワクワクさせてもらえる経験っていうのは貴重ですよね、うん、まあどの分野に関してもですけど、なんかドキドキワクワクそわそわで達成したいみたいな。でもなんか本当にここに関わってくれてる人たち、なんかこうこの試合に向けて動いてくれた人たちもそうだし、まあ、みんなそれぞれがワクワクしてくれたらいいなっていうか、なんか一緒の船に乗ったような感じで、みんながなんかこうワクワク楽しいなって思えたらいいなとは思いますけど、ね、結果自分だけじゃなくてね、まあ、もちろん自分が楽しむのが一番なんですけど、その中でみんななんかこう船に乗ってきてくれた人たちはもうみんなが楽しんで、みんながやったっつってなるような感じだったらいいなとは思いますけど、なんか面白いですよやっぱりやってて、どんどんその上達していく方がやっぱり日々過ごしていくと上達していくことの方が多くなってくる、増えるっていうか、なんかその覚えることがどんどん増えていくから、でまだそこがマックスじゃないじゃないですか、天井、まあずっと天井じゃないのかもしれないですけど、やってる人もだけど、ある程度のボーダーみたいなのもあるじゃないですか。でもそのボーダーすら行ってないから、ちょっとそのボーダーは超えてみたいとか、そこまで行ってみたいとかっていう感覚はあるんですけど、いかんせこう、ね、年齢も年齢であるから、やっぱりその筋力もすぐ落ちちゃったりとか、やってなかったりとか、うん、その 体力的な問題と、あとはもう体維持していくのとか、精神的には大丈夫なのかな、逆に若い頃よりは強くなってるのかもしれないですけど、だからその毎日続けることですよね、これを機にね、うん、でそうしたらまたちょっとやりたいなって、もう一戦ぐらいやりたいなって、まあでも本当にもう目の前の試合なんで、一試合とりあえず終わってみてこんなもんかとか分かるじゃないですか、
どういう感じなのかって、そこがもうめちゃめちゃ輝いてたいですけどね。輝かしたいっていうか、やるからには、うん、あとはもう怪我しないで試合に挑みたいとか、そう決まってからね。ちょっとなんか本当に動かなかったから、もう、うん、ちょっとねそこで結構メンタルキューンってなりましたね。一瞬やばい、大丈夫なんかなみたいな、やれんのかな俺試合、これ治ってんのかなみたいな。で幸い明後日だけど、まあ、ちょっと痛いぐらいになってきてるから、まあ、なるべくそうですね、まあ、本番になったらね別に折れてもいいやって感じで多分やると思うからあれですけど、まあ、だいぶでも本当に動けるようになって楽しみですよ。まあでもなんかこう本当になんかこう前もそうだけど、何言っちゃいけないとか、何か言っちゃいけないとか、なんかそういう感覚で過ごしてないか、こうもういろんなこと言うなよ、いろんなことやんなよとかって思ってる人たくさんいると思うんですけど、自分のやりたいようにやったらいいんじゃないのって思いますけどね。僕はもうその格闘技に関しても別に格闘家になる、なんかこうカテゴリーを決めたがるというか、え、役者ちゃうのと、なんか役者じゃないの、芸能人じゃないの、え、格闘家になったの、じゃ格闘家になって、え、格闘家また辞めるんだ、関係ねえだろって、お前の人生に 何の関係があるんだみたいなって俺は思っちゃってるから、だから伸び伸びやるんですよ。それが人間だと思うから。そんな人に指示されて指図されて、自分の人生たった一回きりなのに、明日死ぬかも分かんないのに、好きなことやろうよみたいな、何言って別に嫌われようが、それは合わなかっただけだよみたいな、あなたとこの人が合わなかっただけですよみたいなって思っちゃってる人だから、何でもよくないみたいな、媚び売って生活したくないし、なんかまあもちろんそのTPO だったりね、なんかこうルールだったりとかっていうのはその場所場所であんのかももちろん知んないですけど、その中でもまあわきまえたりね、なんかある程度の礼節があれば好きなことしたっていいんじゃないのって、周りにいる人たち大事にできてりゃいいんじゃないのみたいな思いますけど、その中で別に世間の目なんて気にしてないって感じです、うん、この人に世間にどう思われたいとか、なんかこうこう思ってほしいとか、もうそういうのはもう消えちゃったかな、うん、そこ気にしてたらそれこそ十人十色なのに、いろんな意見あんのに迷子になっちゃう自分が。だからもう自分はこれをやるって決めたらもうやる、知らない、格闘技今僕が人生かけてやってるんですと、うん、僕自身が自分の魂をぶつけてやることに俺自身が否定的じゃないから、なんかこう全然充実感も満足度もあるし、なんかこうそういう風にやってこれからも過ごしていけたらいいなって思います、うん、でその先に自分しか見えない景色が広がるじゃないですか。絶対に本当にチャレンジしなかったら何も分かんないし、うん、挑戦もしないで、え、できんの大丈夫、知らないよねそんなこと、できるかできないかなんか分かんないけど、やってみたいんだよっていうことじゃない、自分自身が。それで後悔するんだったらやってみたいし、形にならなかったら自分の責任だし、うん、自分がもうちょっと努力が足りてたらもうちょっとできたのかもしれないしっていうだけの自分の判断で、誰のせいでもないし、だからみんななんかこう人のせいにしすぎというか、うん、そうだからあんま基本的にそんななんか、え、大丈夫やれんの、知らないよねそんなの。まあ伸び伸びやりたいし、せっかく生きてんだったら伸び伸びやってほしいしって、なんかそんな感じしますよ。人の目気にすんのはすごく嫌だ、これからも。